村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、少しの間1年半ぐらいですね、眠らせていたこのジャムスティックですね、こんな小さなミディギターなんですけれども、これとっても便利でしてですね、iPad と Bluetooth でつないでですね、ガレージバンドなんかにこう入力していろいろ実験してたんですが、じゃあ本格的に使いたいなといった時に Windows にどうやってつなごうと、なんかウェブのサイトを見てるとつなげそうなんだけれども、どうしたらいいのかなと思って Bluetooth のですね USB コネクターまで購入したんです。でもですね、なかなかうまくいかなかって、ようやく最近ちょこっとそれに触れることがありまして、見てみるとこのここに USB ポートがあるんですけれども、この USB ポートにつなぐだけでですね、僕は今はスタジオ1使ってるんですが、いわゆる MIDI のポートのところにですね、外部デバイスとして、ちゃんとこう出てくるようになってるんですね。全く USB を挿しただけで、MIDI として認識するということが最近分かりまして、じゃあそれをちょっと使ってみようということで、トラックに音源を差し込んでですね、今はテイラーの12弦ギター、アンプルサウンズっていうところの音源なんですけれども、こんな感じで、なります。和音も認識するんですが、これの特徴として、悪いところはやっぱり5フレットしかないということなんですが、実際、使うのにはいろいろ問題はあると思うんですが、MIDI で入りますので、編集が楽ということで、ちょっとやってみたいと思いますね。メトロノーム一応入れときましょう。こんな感じですね。弾きました。はい。そしたら、こんな感じにMIDIとしてですね、入ってるわけです。はい。それでですね、ちょっともう一回、プレイしてみましょう。僕のリズムがとっても悪いですけれども、こういう、ミスタッチをした、ゴミもですね、こういうふうに消せば問題ないですし、クオンタイズとかかける、もしくは若干の修正をして、こういうふうに、頭を揃えるとかですね、そういうことをすれば、こんな感じで、入力ができるという、そんな面白い、ギターです。もちろんこれで、一つ作りましたらですね、次はこれに、音源を切り替えていろいろ試してみれると思うんですね。先日買いましたこうエキスパンド2なんかをやってですね、オルガンの音で鳴らすとか、そういうことも面白いんじゃないかなと思います。ちょっといろいろ
こんな複雑な音ででもどうでしょうか。なんかいいじゃないですかね。僕のむちゃくちゃ悪かったリズムまで、ちゃんと修正をしてくれるという、修正というかですね、ごまかしの効くアタックの大きい、楽器に変えるとですね、もう何も触らなくてもいいんじゃないかみたいな、そんな感じに、なったり、します。もうどん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 ですね、ここはいろんな音源にこう変えてみてですね、楽しんでみればいいと思うんですね。こんな感じでですね、僕のリズムの悪いのがごまかせるいい、デモ動画になったと思うんですが、何せ、この僕もこう若干はこう今これピアノで弾いてるんですけれども、少しは鍵盤楽器も弾けるんですけれども、まあ、ギターの方がですね、中学生の頃からやってて、どちらかというとうまいというところまではいかないんですが、馴染みがありますので、ですからこんな感じで、やっていけたらいいんじゃないかなと思う、そんな、入力方法の一つを今回は紹介しました。最後にちょっともう一度鳴らしてみましょう。ビッグオーケストラ。はい、ご視聴ありがとうございました。村長でした。今日はギターです。ありがとう。